ピンヤーサトは、1312年から1364年にかけて上、ビルマに存在していたシャン族の王朝である。13世紀末のビルマのパガン朝では、王国東部のシャン族が勢力を拡大していた。アサンガヤー、ヤーザティンジャン、ティハトゥのシャン族の三兄弟は、王室と婚姻関係を結び、宮廷内で勢力を伸ばした。パガン王ティハパテは、元の攻撃を受けて、 パガンを脱出した後、アサンカヤーに民イ院、ヤーザテンジャンにメッカヤー、ティハトゥにピンレイを与えた。1295年に、マッテイノ・ティハツは、白蔵王の称号を用い、1296年には、パガンの歴代国王と同じく大王を名乗った。1297年に、アサンカヤーは、パガンの皇太后僧と共謀して、パガン王チョースワーを殺害し、その後、 そうに、お擁立する。1300年に、アサンカヤーは、領地の民在院で独立し、ビルマに、シャン族の王朝が創始された。同年、チョースワーの王子から援軍を求められた元の皇帝。テムルは民在院に派兵を行う。三兄弟は、元軍の包囲を耐え、元側の指揮官を買収して、撤兵に向かわせた。元の侵攻の後に、兄弟の自邸、ヤーザティンジャンが、 自然死し、1310年春に、ティハトゥは、兄のアサンカヤーを独殺して、権力を奪取した。ティハトゥは、アバの地を新たな本拠地に定めようと考えたが、不吉な兆候が現れたために、ピンヤを本拠地に選んだ。1312年に、ティハトゥは、ピンヤを、ウィザヤップウラと解消して都に定め、王宮、寺院、仏塔を建設した。ティハツ波曹から、 パガン王家に伝わる、金帯と、金盆を譲り受けて王位につき、廃位された僧日は、ティハトゥの下で一地方領主として、余生を過ごした。しかし、1315年頃にティハトゥの、バシス・ソウ・ユンが、エイヤワディー側右岸のサガインで独立して、王朝を建て、両王朝は、エイヤワディー側を挟んで平立した。1331年にピンは大洪水に見舞われ、 多くの仏塔や僧帽が被害を被った。1344年、ウザナの老いで女性でもある、ティハトニセイが、大いにつく。1359年にピミアは、麓側のマオシャン族の侵入を受け、混乱に陥った。1364年に再び、マオシャンの攻撃を受けて、ピンア朝は滅亡し、生き残った王族は死産した。同年に、サガイン朝も、 マオシャンによって滅ぼされるが、サガインワサの王族、タドーミンピアによって、アバ王朝が建国された。かつて、ピンヤ・アサの都が存在していた地域は畑になり、崩壊しかけた仏塔が散見されるほかは、ピンヤ・アサ当時の面影を残していない。パガン長期に建設された軍事基地を前身とする、上司が行政単位となっていた。地方の再開発に伴い、上司は、政治、 経済的役割を増していく。また、パガン中期から民衆の支持を集めていたアラニア相談がピンヤ長期を通して影響力を増していった。ビルマ族はシャン族の支配から逃れるため、ゲビルマ移住した。ピンヤ朝の時代には、タヤボエタチン、カージン、ヤドが書かれ、その表現はパガン王朝の文学作品よりも発達していた。その一方で、 従前のビルマ世界で書かれていたリンガは徐々に姿を消していく。14世紀初頭に、最初、サドリンガバラが書いたヤドゥはビルマ語とパーリ語が併用されており、正確かつリズムのある表現で難解な仏教教,教理について問いかけている。ティハトゥザナミンザインシートゥティハトゥニセイ、チョースワーティハトゥサンセイ。ありがとうございます。